オフスプリングは1984年に結成されたアメリカ合衆国カリフォルニア州オレンジ軍出身のポップパンクバンド。代表曲はプリティフライ、オールアイウォン n ヒット、t t h カムアウト e o u など。作品の売り上げは全世界で4000万枚以上を記録している。オフスプリングというバンド名は元メンバーのジェームズ・リリアが名付け親である。 バンド名は、バカ息子という意味合いで使われる、オフスプリングから取っている。また、ロックの次に来るものという挑発的な意味もある。会場の2階にまで届く放水パフォーマンス等の、過激なパフォーマンスで、各方面から反響を呼んでいる。ゲストのバックストリートボーイズだと、彼ら風に服を着せたマネキンを、ステージ上で叩き壊したことでも知られている。にも見られる、アンチファッション。 アンチポージャー的なメッセージアルバム、グレイテストヒッツ、グレイテストヒッツマイナス収録のキャントリピートはロンが抜けた後でアトムが入る前のため、ドラマーは元ガンズローゼスのメンバー、バンダルズのジョシュフリースが担当。キャントリピートの PV はアトムが出演してドラムを叩いている。日本では、踊る、サンマゴテンの BGM として曲が流されたり、オール、 アイボントがセガのアーケードゲームおよび家庭用ゲームクレイジータクシーの挿入歌として使われていることでも知られている。他にはヘッドアラウンドユーガ X トレールの CM プリティフライがツードッグスカクテルの CM に使われている。またプロレスラー金村金太郎の登場時のプリブラダンスにカムアウトプレイが使われている。また 激しい曲調から格闘家の入場曲としても頻繁に用いられている。埼玉スタジアム2002では、浦和レッツホームゲームの試合前、ウォーミングアップ用 BGM として、ザ・キッズ・アント・オールライトが使用されている。ありがとうございます。